可愛い俺の岡部が僕も独立したいっすみたいな。パシマジっすか。仕事ももちろんだし経営とか、うん、経営だよね。営業力とかあるな。じゃあよそのだよな。まあ確かに、そうそう。でも分からんことってやっても爆速とかあるじゃん。イケメンとかこいつなんか全然かっこよさも同じじゃないか。あ、はい、ちょっとこれやろうか。ちょっと募集でやろうか。年内、はい、大飲み会イベント。ちょっとコロナが落ち着いたら、うん、はい、いた。すっごい痩せ。でもやばい、絞れるだろお前。なんか来とるの。来たいです。いや、今日はね、視聴者の皆さん、あの岡部と何が話したいって、はい、こいつがさ前さちょっと酔っ払ってね、熱くちょっと独立についていろいろ語ってたもんね。あの岡部さんが可愛い俺の岡部が僕も独立したいっすみたいな熱いマジっすかトークをしとったこの動画撮ろうかって来たんですよ。年いくつだ。僕24になりました。24歳、はい、岡部関東から来た岡部可愛い岡部地元も。地元は静岡です。静岡で生まれて19歳で東京行って、はい、一人で一年来して、はい、関東出てで、うちに1年前か1年前、23歳でうちに来てもう丸1年、はい、そしてお酒が大好きで女の子が大好きなうちの岡部くんが可愛い岡部さん、可愛い岡部さんが、はい、独立について今日は語ろうと思ってます。23歳、4歳、まあ、これちょっと逆に大人の人なんか、まあ特にやってない人でも聞いてほしいなっていうのは。ほんで何、独立どうやって考えてんの。地元が違うっていうのがでかいっすよ。ああ例えばじゃあこっちでもう2年3年とかやって、じゃあいろんなとこ頭で行きます。マンション外部の人とか南の岡部とかっていうのを覚えてもらって、マンション行ったらマンション1個にもいろんな職人がいるじゃないですか。元請けもそうだし、ああ岡部俺はって、あそうそうなんか雪だるまみたいな岡部くんだなって夏だるま日だるま日だるま太鼓だるま岡部って覚えてもらって爆速とかあるじゃん。イケメンとかこいつ太鼓だるまなんかそれが日だるま全然かっこよさも同じなんか一人ふざけじゃないですか。だるまの岡部いいじゃんお前。だるまの岡部通称だるまの岡部でいいじゃんじゃあ今日から足場のだるまの岡部こうさテロップラッチだるま岡部ボフォッそんなかっこよくならんでしょ絶対でもいろんな職人さん覚えてもらって、うん、いやだるまの岡部って言ったらやっぱ覚えやすいな。マジそれいいネーミングだと思うよまず独立するってやっぱそれ相応の実力がないといけない。仕事もな、仕事ももちろんだし経営とか、うん、経営だよね、うん、まあ営業力とかあるな。そうですね、そういうのがちょっと僕的にはまだ足りないんで僕は、うんうん、何が足りてないの。営業力だるまさんは何が足りない。手と足足りないのはそれはそうだね。手と足もね仕事もそうですね。仕事もまだまだです。技術、うん、技術と、うん、やっぱでも顔の広なんていうんですか、知り合いの数の、うん、それ結構重要だよね、うん、知り合い捨てに仕事もらうとかやっぱ結構あるから、そういうのが大きいんじゃない、うん、その弱いことに対してなんか動いてんの。だるま、だるま親分だるま、だるま親分なんか確かにもう親分に見えてきちゃったかもしれない見えてきたよな、なんかだるまはよく飲みってます。あ、言っとるよな、でもな、まあ、その顔出すのはいいよな。で、コミュ力も身につくじゃん。そうですね、人と喋ってる。そうそうそう、何がいかんとか何がいいとか、まあギリギリのことでも意見を言わなあかんわけじゃん。そうだけど、黙っとったら楽だけど、まあ、流されていくだけだもんな、うん、で自分でまあ、手足出しちゃうと、まあ、だるまだと楽だけどなさ、この子も、まあ、確かにね。親分でございます飲みの席で知り合った人とかは、うん、やっぱこっちがそう言いたいこと、いい意味で言いたいことも言えるし、うんうん、でそれで言いたいことを本音で喋ってるから、うんまあ、向こうが感じ取ってくれればさ、あそうだな、そしたらだんだん仲良くなる。目標何歳やん。目標は今の小3ぐらい。小3 7そんな若くして独立だ。なんならでもちょっと遅いかなというぐらい。僕の地元の友達とか19とかそこやって、まあ、塗装屋とかでやっぱ地元なんでつながりがあるんです、うん、つながりで仕事が切れない。ああなるほどな、まあ、じゃあお前は関東でやりたいわけだ。関東静岡っすね。あ静岡で独立だな。まだ。ないって仕事はもうそう大してできんの。俺あんまりできんかったじゃんってぶっちゃけ。じゃないけどその気持ちだよな。まあ確かに。
そうそう。でも分からんことってやっても、その時間かかるっていうだけで、綺麗にしてあげたいとか、そういう思いが強かったら、足場でもそうじゃん。多分できるできんより思いの方が強いじゃん。そうっすね。やっぱ、ああ、塗装屋さんが塗るのに適当な足場組んでいいやって、早く金になりゃいいやと思うか、いい足場組んだのかっていうのちゃうやん。いろんな人にも言われてるのが、うん、とりあえずやればいいよって。うん、そうそう、やった方がいいと思う。やるならやった方がいいと思う。うじうじ、なんかあれがこれだとか言う前に、そうそうやってから覚えてるんだよ。そうそう、やってから覚えたっていうか、やんないと覚えないんだよね。あ、そうそう。そうじゃん。じゃあ、どんだけ車をさ、運転をさ、本とか読んでもできないじゃん。そうですね。やんなきゃわかんない。乗んないとわかんないじゃん。まあ、まあそういうのは経験だよな。まあ俺ぐらいじゃない？お前と一回何でもできちゃうんだよ。だるまの親分も火だるまにしちゃう。小林勝信さんだから。だるまかっこいいっすよ。だるまかっこいいよ、だるま親分。だるま親分。ひらがな、ひらがなだったらちょっと嫌だけど。ひらがなもまたかっこいい。いい、漢字かローマ字にしよう。だるまって感じ。漢字、漢字。全部やってもらおう。だるま、岡部、ポッ。めいめい。だるま、岡部。だるま、岡部、だるま、岡部、だるまってでも漢字あるんですね。ローマ漢字と今ここでパンパンって漢字、漢字ローマ字。コメント欄に一回出してください。誰が違うか。だるま応援してますとかってこれからな、うん、岡部応援してますよって。嬉しいよな。嬉しいですね。まあ YouTube ってまたいいチャンスだよね。そうですね。まあ、名前こうやって見てくれる人も、うん、でも僕もやっぱ飲み行ったりすると、うん、こう急に声かけられて、うん、すごい。ああ、どうぞ。そうだよな。お酒一緒に飲む。一杯持ってすごい。ああ、そこで飯交換、飯サイズ持って歩いてるのか。持ってます。渡してます。で何？あ、飲みに行ってるの。まあ飯持ってあるから。僕はずっとカバンが一緒なんで持ってます。あ、ちゃんと持ってる。でその飲み行った時に持ってる。私もカバンに入ってるんで常に。ここはラッキーみたいな。そうそうそう。私も別にカバン、またおられるか。カバン買えるわけじゃないし、持ってますよ。でも全然こう向こうのももらうんですよ。うん、結構みんな持ち歩いてて、うん、もらって酔っ払って、うん、あ次の日見て、うん、ラッキーなこれで。ああそうそう。そうなので、まあインスタとか俺も今インスタ、LINE とか交換するようにしてる。まあ、じゃあお前はね、独立はじゃあいつ、来週、来月、再来ね。まあでもちょっと本当みんなで決めた方がいいかもしれないな。チソとの、あ、そうだ、独立願望あるこれ来てほしいね。逆に。うん。だから1年で絶対独立しますみたいな。あの、松田君みたいなスタイルみたいな。絶対1年独立します。でも俺が一番いかんのはやっぱ独立してずーっと一人でやれば一番いい。経営とか営業もしてから。結局その後は社員も多い。まあ、福利厚生もあるし、それそうそう、いいとこ入ってる。で、出世したら営業になったり、未来があるじゃん。一人だったらもう橋本なんか無理だもんね。30いってす、もう年くなったら消費期限過ぎとるでしょ。賞味期限って消費期限、もう消費期限を、いやいや、まだ賞味っす。ここもいい話があるの、まあ、年くんが合意はしてないんだけど、ミャンマーであの自主性授業でちょっとやってて、うちあのまあ第3土曜日あの、はい、セミナーやってるんで、あの俺が理事長なんだ。で副理事っていうのが副理事が、はい、で授業をやってるんだよ。自主性と特定技能って、あの外国人のね、で会社で足場とか今そういうなり手が少ない外国人のね、だけどそれをもうミャンマーとかで学校ごと作って、マジですか、もう訓練して、お前足場バチバチにして、日本語バチバチにして、それを前鬼教官でトシ君よくない、いいっすね。トシさんが行ったらめちゃくちゃいいと思う。めちゃくちゃいいよな。教え方うまいし。そうそう。あ、ミャンマーに行くっす。もうじゃあ、もう半永久的に。トシ君、年に一回帰ってこるだけ。じゃあ、給料もミャンマー制度の給料も7万円ぐらい。給料7万円。嫌だ。立ち位置は何にしないの？校長。あ、校長。校長、校長。田中校長。校長で7万。校長の田中とだるまの親分。お前二人、二人。昔一回ベトナムでそういうのやろうっていう話も出たとき、よしくいい、行きたい、行ってみたいって言ったの。ミャンマーって TikTok の電波入りますか？ TikTok って Wi-Fi ぐらいあるでしょ。じゃあまあ暑いで。岡部、あ、だるま維持にも飽きたらやろうか。だるま維持にも飽きたら。ちょっとこれやろうか。ちょっと募集でやろうか。日程もちょっと組めないけど、はい、年内、はい、大飲み会イベント。ちょっとコロナが落ち着いたら。で、申し込みしてくれたら、あの一応連絡先そこ登録しとくんで。それはもう職業とか全く関係ない。全く関係ない。誰でも。名古屋でやるか、東京、名古屋、大阪までやるんか、もう全員 OK。誰でも何でも OK。うん、女の子もっと増えるか。
女の子無料、女の子無料社長経験でまあだけどちょっと女の飲み会をちょっとまあどういう形になるかわからんけど、まあ男性も女性もでまあどういう形になるで、あの来たまだそんなん応募できないっていう人はまあしなくていい、まあ、どんな飲み会でもまず一回申し込みしといて、あの名簿だけ作っときたい。言っちゃえばオフ会みたいな感じですよね。そうそうそう、オフ会みたいなんじゃない。でもやっぱ職人のオフ会ってやっぱ酒じゃん。で女の子がありかなしなのかちょっとわかんないけど、うん、それはあの実際に名簿に入っとって、じゃあまあ決まりましたと、コロナも落ち着いたから年末やります、あの名古屋でしかやりませんかもしれんから、その時に一斉こういう会やりますで連絡入れた時に、あ僕は辞めますでいいじゃん。あとりあえず応募だけはしといてもらって、うん、ずっとそこに名簿があるじゃん、500人ぐらいの名簿があって、うん、こういう飲み会あるよ、こういう飲み会あるよ、今回女の子ありだよとか、今回男だけだよとか、今回足場だけだよとか、その名簿にくれた人には連絡絶対行くようにしてね。おーおーおー、いいねいいねいいね、これめっちゃいいじゃん。別にぼったくってなんかそれで金儲けしようなんて思ってないもんね。まあそれただ単に飲みましょうって感じで、そうそう、この飯交換できたら俺らもメリットもあるし、でみんなが独立で、まあ、みんなのこのコミュニティができて、みんなが助け合ってなんか面白いことができれば、お互いに強いしね、そこの中心に折れるっていうのは俺にとってもすごいメリットだと思うから、いろんな意味で繋がれるかもしれないし、ね、それは何が見てます、いや何があるか分かんないんで、別に 5% おるからな、一応18万人おりゃ、だって結構高校生の方とかフォローしてくれたりしますしね。18か、あお酒20歳、20歳以下は使えない、ちょっとごめんなさい、20歳から登録やめてください。もう多分飲み会しかやんない、まあね、ちょっと集まってきて100人とか集まった時点でなんか企画考えてみてね、そうそう、コロナも落ち着いてて、そうそう、名古屋でやるか東京大阪でやるか、ぜひ、はい、登録よろしくお願いします。お願いします。あすまさんの回答もやってます、はい、結構ね来てくれてる、本当に少量でも来てくれてるし、はい、あの場所も問いません、あの関東まで取りに行くとかも今話も出とるんで、はい、あんまりちょろっとだと、まあ取りに行ったら経費かかっちゃうからね、はい、あれだけど、まあ関東関西、はいはい、全然買い取り行ってます、はい、うん、もう沖縄でもいいよ、はい、行けるから、ちょっと遊んじゃうでしょ、まあでも、うん、つい遊んじゃったって感じで行けるから、ね、遊びがてら YouTube 撮りがてら行ってもいいもんで、はい、まあ、一応問い合わせください、はい、よろしくお願いします。お願いします。あと足場班人も募集してます。ああそうだな、はい、もう全然人が足りてない、はい、今の時期は入ってきたらしんどいですけど、うん、まあ、今乗り越えちゃえばだって本当に独自したやついいんじゃない。そうそう、もうそれやつ来てほしいわ、本当期限付きでも、はい、1年なら1年とか、そうそう、もうこの会社から独立するきっかけにうちで1年やってみたいとか、はい、うん、はい、だるまさんが転んだ、はい、はい、